A129 マングスタ A129 マングスタ A129 マングスタは、アグスタ社が開発した、イタリア初の本格的な攻撃ヘリコプターである。マングスタはイタリア語で、動物、マングースを意味する。これまでに、コソボ、イラク、アフガニスタンなどの紛争地域に派遣されている。イタリア陸軍が百七十二年に発表した、新世代攻撃ヘリコプター計画に基づいて、 1978年3月から、アグスタ社とローンチ社が開発を行った。1980年に、機体の最終仕様がまとめられ、1982年11月30日に、詳細設計作業が完了した。試作機は5機製作され、試作初号機は1983年9月11日に、初飛行し、以後1984年7月1日に、試作2号機、 同年10月4日に、試作3号機、1985年5月27日に、試作4号機、1986年3月1日に、試作5号機が初飛行している。イタリア陸軍では1987年末までに60機の調達を計画していたが、飛行試験でトラブルが続発して計画が大幅に遅延したため、 量産機の引き渡しが開始されたのは1990年7月になってからだった。製造元のアグスタ社では A129 の輸出販売を行ってきていたが、マクドネルダグラス社の R-64 アパッチや、ユールコプター社のティーガーと比べて設計が古く、性能的にも幾分見劣りするため、長らく海外での採用国は現れなかったが、2007年に、 トルコ陸軍が R-1W スーパーコブラの後継機として採用し51機が発注されている。ローター技術的には A109 から発展したもので、機体には複合素材を多用し、胴体重量の約45%が炭素繊維強化プラスチックをはじめとする複合素材が占め、機体表面では約70%が複合素材となっている。また、 メインローターブレードは 12.7mm 弾の直撃にも耐えられる対弾性を備えている。エンジンはロールスロイスジェムマーク2から1004リーターボシャフットエンジン2機を胴体上部側面の左右に各1機ずつ搭載し、離陸最大出力は 657kW、連続最大出力は 615kW で、型発停止の場合などには 759kW の 緊急出力が出せるほか、飛行が安定すれば 704kW の過発時、継続出力で飛行する。エンジンは胴体の中央両側面にポット式で装備し、一度に2機とも被弾する可能性を避けている。コックピットは前後2席の配列で前席にいて、後席には操縦士が着席する。飛行操縦装置にはデジタル式の多重システムが用いられ、操縦。 後方、飛行管理、並走制御、自動操縦、トランスミッションモーター、エンジン状態、燃料、油圧、電気システム、警報、警戒システムを完全に統合している。対ミサイル防御用には、レーダー妨害装置、レーダー警戒装置、レーザー警戒装置、赤外線妨害装置、チャフ、フレア放出機などを装備する。固定武装は搭載されず、 機体側面のスタブウィングには片側2カ所のハードポイントがあり、BGM-71 と対戦車ミサイルやロケット弾ポットなどを装備できる。R-129D イタリア陸軍では当初、計画で60機の調達を予定していたが、これとは別に30機を作的、対ヘリコプター攻撃機としての装備を計画した。しかし、国防予算削減の浮き目に合い計画はキャンセルされ、 代わりにマルチロールタイプ A129CBT の開発が行われた。A129CBT では主にメインローターが4枚から5枚に増やされ、機種株にも M19720mm 機関砲ターレットが設置され胴体左側面に帯状の弾層が追加されたほか、AIM-92 スティンガーソラー対空ミサイルをスタブウィングに装備できるようにされている。 最新の回収型は A129D と呼ばれ、機種のセンサーがイスラエル製のトップライト3に換装され、スパイク ER 対戦車ミサイルの運用が可能になっている。これに伴い、既存の A129R-129A、A129CBT は R-129C と呼ばれるようになった。T129 アタック A129 追戦車、攻撃型。 A129CBT マルチロール型。A129 インターナショナル輸出型。マルチロール型をベースに、ローテック T800 エンジンを搭載し、アビオニクスを近代化。T129 アタック、トルポリック軍用輸出型。A129 インターナショナルをベースにエンジンを強化しトルコ製のアビオニクスを装備。タイでライセンス生産され、輸出もタイによって行われる。 トルコの他にはパキスタンが採用を決定している。ありがとうございます。